ヨースタ・ミッタク・レフラー、マグナス・グスタフ・ミッタク・レフラーは、スウェーデンの数学者。ストックホルムで学校の校長、ジョン・オロフ・レフラーとグスタバ・ビルヘミナ・ミッタクの息子として、生まれた。母親の旧姓を名乗るようになったのは、後年のことである。彼の妹は、作家のアン・シャーロット・レフラーである。1865年に、ウプサラ大学に入学を許可され、 1872年には博士号を取得し、同年にウプサラ大学講師となった。また彼はウプサラ大学のストックホームズ・ネーションの議長も務めた。その後彼はパリ、ゲッティンゲン、ベルリンを訪れ、1877年から1881年の間はヘルシンキ大学の教授職に就いた。1891年から1892年の アイダは、ストックホルムカレッジの学長であり1911年に引退した。彼は、その後自らの意志でビジネスの世界に飛び込んだが、その資産は1922年の教皇によって失われてしまった。彼はスウェーデン王立科学アカデミー、フィンランド科学文学協会、ウプサラのスウェーデン王立科学協会、ルンドの王立地学協会、他ロンドンの王立科学協会、 パリ科学アカデミーなど30余りの外国の科学協会の会員であった。オックスフォード大学ほかいくつかの大学から寄付による名誉を受けている。彼は数学士アクタ・マセマティカを1882年につましい入、リンドファースの資金的な助力により創刊した。彼らはフィンランドに住まい、多くの数学に関する蔵書を彼の別荘のある、ストックホルムの郊外。 ユーシュホールムに集めた。別荘と蔵書はミッタクレイフラー研究所として科学アカデミーに寄付された。アルフレッドノーベルがノーベル数学賞を作らなかった理由としてミッタクレイフラーとの確執が原因とされることがある。詳細はノーベル賞の項目を参照。ありがとうございます。